ぐちゃん、はい、八ヶ岳ってさ、うん、癒しの森っていう感じじゃん、うん、ね、うん、ここは今ね、足がくぶるやばいね、はい、やばいやばい、どこが癒しなの、やばいよ。はい、どうも、GF チャンネルのイッチーです。ふーちゃんです。ふーちゃん、ここはどこですか。ここは長野県茅野市です。今日はどこに登るんですか。秋の北八ヶ岳をのんびり散策しようと思います。よかったら動画最後までゆっくりご覧ください。どうぞ。それではいつものようにヤマップを使って活動を記録していきたいと思います。活動を開始。麦草峠の無料駐車場になります。駐車可能台数は30台ほどですね。今日は平日木曜日なんですが、7時半の時点で満車でございます。秋の行楽シーズンなんでね、大人気ですね。駐車場のトイレなんですけども、こちら女性用と男性用と誰でもトイレありますよ。男性用トイレは小便器が2つと洋式のトイレになってます。手もちゃんと洗えますが飲水は不可です。じゃあまずは木道をね、のんびり歩いていきたいと思います。本日のコースは麦草峠をスタートして茶臼山、島枯山、さらには天池山を経由して三つ岳を通るコースです。そこから島枯山荘に降りてきて天池を経由、最初の麦草峠に戻ってくる。距離は 11.1 キロ、累積の上りと下りは734メートル。標準のコースタイムで6時間20分の登山中級者向けのコースとなっております。こちら麦草峠でございます。我々いつもここから高見石小屋とかの方に行くんですけど、逆方面行きます。あちら道路の方をね、渡っていきますよ、はい、じゃあこの下行きましょう。行ってきます。はい、こちら道路を渡っていきます。手挙げて、はい、はい、手挙げて、はい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 、こちらに書いてますよ、ふーちゃん。麦草峠登山口って書いてますからね。はい、行きましょう。右側に池がありますよ。茶色だね茶色ですね。茶水の池っていうことですね。そのままですね。まさに茶色です。はい、茶色です。こっちから見ると田植えみたいな感じですね、はい、田んぼでございます。いきなり岩がいっぱい出てきましたね。なんだかこう苔の感じとか上の緑の感じとかね、さすが八ヶ岳という感じですよ。綺麗な森ですね。いきなり木道歩きですよ。歩きやすいね。え、ルンルンの道でございます。最高だね。最高ですね。はい、危ない危ない。もう初っ端のこの北八ヶ岳独特の苔がものすごくね、綺麗ですね。いやー、かわいいですね。苔の様子を堪能してます。すごいね、癒し。もう写真撮ってばっかりで足が進まないです最高の朝です。分岐が出てきましたよ。どちらですか。茶臼山方面に行く分岐、どちらに行っても OK とあります。私たちはこっち行こう。なんか石の感じが良さそう。石の多いこちらを歩いていきましょう。岩の感じもね、とても素敵ですね。苔と岩の間をどんどん進んでいきましょう。上の方見てください。いい色に紅葉してますね。秋を感じることができます。ここは大石峠です。麦草峠から大石峠までの道、良かったね。良かったですね。もう最高の朝を迎えました。で、この後は茶臼山、島枯山方面にこちらです。行きます。今の大石峠からこの先の茶臼山までは標高差で230メートルになります。標準のコースタイムでは30分と書いてますが、おそらくそれよりも早く着くと思います。なのでこんな感じでね、まあまあ登りが続きます。歩き始めてすぐですね、本日の一座目でございます。ここは中小場多分中小場って読むかな、ちょっとわかんないけど。雲海が綺麗だね。次はですね、すぐお隣の茶臼山に向かって歩いていきますよ。ふーちゃん、はい、さっきの緑緑したところもいいけどさ、この落ち葉の感じもいいね。
カサカサ音がして、ね、いい気持ちですね。ねえ、ちょっとふわってやってくださいよ。あ、ほら、カサカサカサ。はい。こういう感じね。ね。砂かけババアみたいなね。ここからですね、茶臼山に向かって急登が始まりますよ。GoPro だとね、いつもこの傾斜が伝わらないんですよ。なかなかの登りでございます。先ほどのところが急登って言ったけど、実はこの辺りがね、急登でした。心臓破りの急登が続いております。どうだいふーちゃん、いきなり心拍上がってます。足元がガレ場なんで気をつけて登っていきましょう。なかなかやね、はい、はあ、息上がる。なかなかきつい急登、もうここまでですよ。ほらほら、だってすぐそこに、はい、分岐が出てきましたよ。本日2座目の茶臼山でございます。着きました。そしてこちらですね、展望台があるようなので歩いて行ってみましょう。このね、茶臼山や隣の島枯れ山なんですけども、実は私たち冬に歩いてるんですよね、はい、でその時ね、この茶臼山の展望所からはですね、エビの尻尾が見えたんですね、はい、秋はどんな景色が見えるか楽しみですね。展望台ですよ、こちら、よいしょ、はい、タッチ、イエーイ、イエーイ、よいしょ。あれ、あら、ガスガス。あ、でもこっちは雲海が綺麗ですね。あちらが北横岳のロープウェイですね。いますよ。こういうところにね、エビの尻尾がついてたね。ついてましたね、いっぱい。風が強いんだろうね、きっとね、ここは。そうですね。ではこの展望台を後にして、お隣の島枯山に向かっていきましょう。下の分岐まで一旦降りますよ。意外とここもしっかり降りるね。降りますね、滑りそうなんで気をつけて降りていきましょう。この辺りは立ち枯れゾーンですね。木々が枯れております。分岐にやってきましたよ。次は島枯山です。分岐から島枯山方面は先ほどの傾斜に比べると割と緩やかですね。こっちはまだ歩きやすいね。岩場ですが歩きやすいです。はい、こちらまた分岐ですね。展望台があるそうですよ。行ってみましょう。こちら島枯山の展望台です。はい、うっほー、いいね、めちゃくちゃ綺麗。大雲海でございます。そしてぐーちゃん、向こうを見てください、向こう。はい、はい、抜けてますね。あちら南八ヶ岳の赤岳と阿弥陀岳、そしてね、この後登る三つ岳の一方二方三方がね、ここから見えますね。結構岩岩してますね。ちょっと気をつけて、頭ぶつけないように。よいしょ、よいしょ、よいしょ。今度は上を越えていきましょう。よっ、ナイス。以前島枯山に来た時は山頂の標識がわからなかったんですが、あれは冬だったからかな。そうですね、今日は見つかるといいね。はい、もうそろそろ山頂が近いんじゃないかな。この抜け感、山頂がきっと出てくるんだろうと。標識はあるのかないのか。どんな感じ、山アップは。山アップね、もう ここですね。到着6分でもう7分で過ぎてるから。もう到着になってるの。なってます。あれ、やっぱりないのかな。山頂標識が、デフォルトでこの山の山頂標識はないのかな。ないということでね、皆さん、もし島枯山の山頂標識知ってるよっていう人はですね、コメント欄で教えてください。お願いします。はい、あった、あった、ありました。ちゃんとあるね。ここは島枯山2403メートルです。はい、はい、ちゃんとありました。よかった。タッチ、島枯山の下りかなりの急坂でございます。うほー、気をつけてよ、はい、大変な下りが出てきますので気をつけて降りていきましょう。うわ、あ、滑る。これは、あ、ここは滑るよ。ザレザレしてる、ザレザレ。本当にね、この下り危険なので慎重にね、降りていきましょうね。意外と長いよね。長いですね。お腹が空いたのでおにぎりを食べたいと思います。粒あんパンです。いただきます。うまっ。おいしい。
だいぶなだらかになってきたよ。ということはもう少しで分岐が出てくるのかな。分岐まで出てきましたよ。やった。これから我々はどちらに行きますか。甘池山と三ツ岳に行きます。今から登るこの甘池山と三ツ岳は我々も初めてですね。はい、どんな山か楽しみだね。楽しみですね。いきなり急登やん。エネルギー補給必要だと思います、これは。うん、はい、やっといてよかった ね。おー、綺麗だね。よいしょ、七かまど、いい色してる。ガツ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 上がってきましたよ。なかなかいい傾斜だった。甘池山展望台だよ。どうぞ展望台にお立ちになってください。はい、こちら甘池山展望台。先ほど登った島狩山、はい、しか見えません。あっという間にこちらですね。甘池山着きました。2325m。 眺望がね、はい、ゼロないね。ないですね、山頂なのに、うん、はい、なので先ほどのね展望台があるということでしょうね。はい、皆さんも展望台の方で景色を見てください。はい、じゃあこの先三ツ岳に向かっていきますよ。この辺りは熊笹ゾーンですね。熊笹の道をどんどん降りていっております。三ツ岳の暗部まで来ましたので、ここからねガツガツ登っていきますよ。安全登山祈願です。はい、はい、これで無事に登れますか。頑張ります。出てきたよ、いきなりの急登。まあ、一応この先破線ルートになってるんで気をつけて登っていきましょう。今日一の急登だ。ちょっと手を使うようなそういった勾配だもんね。はい、ナイス。このね大きな岩と岩の間の空間に物を落とすと二度と拾えないですね。皆さんここは物を落とさないように気をつけて上がってくださいよ。よいしょ、よいしょ、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ。青空に向かってどんどん登っていきましょう。三ツ岳の一方でございます。いや、大きな岩の連続でしたね。そしてですよ、ここに立つと甘池が見えてますよ。大きいですね、思ったより。大きいね、思ったより随分大きい。そして反対側を見てみるとすごいね、なんかイワイワしてますね。かっこいいですね。あれを行くんでしょうね。行くんでしょうねなかなか大変そうだ。わあ、でも楽しみ。では三ツ岳一方から先破線ルートになりますよ。こちらすべて渡っていきます。気をつけて歩いていきましょう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。岩の上歩いていきます。よしよし、かなりの傾斜でございます。よいしょ、よいしょ。鎖場が出てきましたよ。鎖をよいしょ頼りに登っていくという感じだね。おー、美しいです。綺麗。うん、紅葉してる木のモコモコ感が可愛いよね。もう二方が見えたよ。はい、はい、よいしょよいしょよいしょ。三つだけ二方でございます。はい、岩岩ゾーンだね。ゆいちゃんこれ見て、はい、この形。ハートの形してるね。このゴツゴツした岩歩きが楽しいね。楽しいですね。なかなか楽しい道です。山峰の手前も鎖ゾーンが出てきましたよ。はい、頑張って頑張って。よいしょよいしょ。さっきのところは鎖なくてもいけたけどさ、ここはよいしょ鎖を完全に頼って登りたい感じだね。あっという間の山峰だね。ここは三ツ岳の山峰でございます。こちらはガス多めなんですが、後ろはですね雲の上をね渡っていけそうだね。めちゃくちゃ綺麗。はい、ありがとうございます。はい、よくこのコースを選びましたね。向こうまで行って帰ってくると思ったんだけど、こっちも破線でどうなんだろうと思ったんですけど、チャレンジしてみよう。あ、こんな感じで、はい、なかなか楽しいですよね。そうですね、うん、それでは三ツ岳の散歩を後にして、ここからね一旦ガツンと降りていきますよ。鎖場のよいしょ下りです。
はい、まあ、ただ足を置く場所はねあるから、ふーちゃん、はい、ゆっくりでいいんで、はい、気をつけて降りてこよう。よいしょよいしょ、はい、おほー、もうゆわゆわした道じゃなくってこういう樹林帯っていう感じですね。割とここもね、周りはハイマッタイだけどいわいわした道を通っていくっていう感じですね。まあ、ただなんか落ちそうだとかそういった怖さはないね。またここはね、三ツ岳分岐ということで北横岳のメインルートと合流しましたね。このまままっすぐ行くと北横岳、今日はね北横岳には行かずに降りていきますからね。三ツ岳は岩場で危険ですと、軽装での方は入らないでください。山慣れしている人は行ってみるといいと思いますね。北横岳はロープウェイを使って簡単に登ることができます。以前に秋の北横岳に登ってますので、北横岳がどんな場所か気になる方はぜひ概要欄のリンクをクリックしてみてください。左手は絶景だね。ほらほら、あちら坪庭でございますよ。あの坪庭まで一瞬でワープしようと思います。せーの、はい、あっという間にここは坪庭です。じゃあここのね分岐を島枯れ山荘方面に歩いていきましょう。このね坪庭は高山植物が多いので初夏に訪れるのがおすすめですよ。ここの階段を降りるとまた分岐が出てきますからね。島枯れ山荘まで10分と書いてますね。この木道をまっすぐ歩いた先には青い屋根が特徴的な島枯れ山荘が出てきました。ちょっとね休憩しようと思います。こちらは桃ジュースですね。はい、見た目はほぼ変わらないですが、こちらリンゴジュースでございます。いただきます。わー、おいしい。おいしい、丸ごとリンゴ。桃トイレはこんな感じで、ゴミはねそのまま中に捨てられるようですね。終わったらこちらボタンを押すようですね。それでは甘池の方に向かっていきますよ。また分岐に戻ってきましたね。ぐるっと一周しました。いきなりものすごく歩きやすいね。すごい滑りやすいからね、気をつけてよ。はい、降りてきましたよ。ここからはこんな感じで林道っぽい道を歩いていきますよ。それでは甘池の方にね降りていきますよ。ここ降りるとすぐに甘池が出てきます。やってきました、甘池でございます。想像よりだいぶ大きいね。大きいし綺麗ですね。ね、そしてさ、対岸のあの木々もいい色をしてますね。穏やかだね、ほんと。水が多い時はこの辺りまで水が来るのかな。来てそうな感じがしますね。じゃあ今は時期的に水が少ない少ない少ないって感じかな。甘池でした。なかなか広くて湖畔歩き楽しい道ですね。ではここからですね、スタートポイントの麦草峠残り3キロでございます。よし、出てきた。先ほどの林道に合流しましたね。じゃああとはこの道をまっすぐね麦草峠に行くだけですね。さっきの林道歩きがずっと続くと思ったけど、ちゃんと山道に戻ってきました。登山道をどんどん進んでいきますよ。意外とこの道歩くと1時間ぐらいかかるからね。ここを今早歩きで麦草峠に向かっております。なかなか遠い。だいぶ帰ってきた感あるよこれは。また森に戻ってきましたね。麦草峠が近いんじゃないかなと思います。茶水の池に戻ってきましたよ。やったやった。よく歩きました。よく歩いたね。はい、茶水の池は茶色だね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ナイス、はい、結構疲れたね。疲れました。最後長かったですね。最後長かった。じゃあここでねお腹がペコペコなので近くのお店に行きましょうかね。はい、じゃあそこまで一瞬でワープしたいと思います。せーの、はい、あっという間にやってきましたよ。こちら白駒池の隣の白駒荘さんです。本日のランチはこちらチーズデミハンバーグのセットでございます。ふーちゃんはこちら白駒荘オリジナルのカレーでございます。小鉢がいろいろついてるのも嬉しいですし、こちらスープと、そして今の時期は生ほおずきがついてきましたよ。いただきます。野菜がもりもりだね。すごい美味しそう。
お野菜がシャキシャキです。大根の辛みも感じてみずみずしくて美味しいです。このねハンバーグが肉厚で、そしてねチーズがとろりしてますよ。濃い味が登山の後のね体に染みますね。スパイシーで、でもあまりもあって、お野菜溶け込んでる感じがとっても美味しいです。よかった、頑張ってね、ここまで。今日はこれが食べたくてね来ましたよ。ふじゃん、外の景色がすごいですよ。ほら真っ赤に色づいてます ね、すごく綺麗ですね。こちら生ほおずきでございます。いただきます。皆さんもね、ぜひ野菜たっぷりのランチを白駒荘さんで食べてみてください。おすすめです。はい、それでは本日は北八ヶ岳をぐるっと回ってきました。ふーちゃんどうだった？秋が始まった八ヶ岳で、紅葉と苔たくさんの森と大きな岩をガシガシ登って気持ちの良い参考でした。途中の一部だけをねこう歩くなんてこともできますので、初心者から上級者までね、いろんな方に楽しめるんじゃないかなと思います。今回の動画面白かったなと思っていただけたら、グッドボタンだったりチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではまたどこかのお山で会いましょう。じゃあまたね、バイバーイ。めっちゃいい天気。GF チャンネルでは上りも下りももっと快適にをコンセプトに、グリーンフィールド立川という施設を運営しています。登山を楽しんでいただけるように様々なアドバイスをしています。もし気になった方はぜひ概要欄のリンクをクリックしてみてくださいね。